東京臨海福都心大海パレットタウンパレットタウン大観覧車パレットタウン大観覧車地図パレットタウン大観覧車は東京都江東区大海一丁目に立地するパレットタウン内にある観覧車である佐野安ライド株式会社が所有管理をしており佐野安ライドサービス株式会社が運営する日本最大級の観覧車で羽田空港や西新宿の超高層ビル群など 東京を一望することができる。2013年3月にイルミネーションの改修工事が終了し、春夏秋冬の四季をイメージしたイルミネーションを季節ごとに点灯させることができる。観覧車からの眺望は抜群で、観覧車から見る夜景、ナンバーワンや日本の展望スポットベスト20に選ばれたこともある。全64台のうち4台は、 骨組み以外は透明のシースルーゴンドラを採用している。ゴンドラに乗る前に記念撮影をすることができる。詳細は公式サイト、フォトサービスを参照。1999年の開業時、大阪市、天保山ハーバービレッジにある、天保山大観覧車を上回る、世界最大の観覧車となったが、翌年開業した、ロンドン街に、世界最大の座を明け渡した。 ありがとうございます。